こんにちは、高山大地です。今日はですね、こちらの、CIO のですね、新しいモバイルバッテリー、スマートコピープロ 35W ケーブルの話をですね、したいと思います。これ去年ね、クラウドファンディングで支援して、で今月の頭に届いたばっかりなんですよね。でまだこの一般販売まだなんですけれども、機能とか、ちょっとこう最初に使った感想とかをですね、今日は話してみたいと思います。まずはこう簡単な特徴ですね。一番メインのスペックっていうのはですね、最大出力が 35W で、1万ミリアンペア時の容量ですね。で、最大の特徴がですね、この、内蔵ケーブルが、ついたっていうところですね。なのでですね、他にケーブルをこう持っていかなくても、これだけ持っていけばとりあえず充電ができるっていう、使い方ができるモバイルバッテリーですね。こんな感じですね。表面はですね、こんな感じで脂肪加工が、されています。傷の防止が、できるようになってるんですね。なので引っかいたりとかしても、傷がついても多分目立ちづらかったりとか、そもそも傷がつきづらい感じになっていると思います。でこれはですね、 CIO のロゴですね。でここの面はですね、側面というか、上の面というか、モニターとボタンがあります。でこのボタンを押すとですね、ここに、このバッテリーの残量が出るようになってるんですね。今97% っていうふうに書いてるんですけれども、1% 単位で見えるんですよ。なので細かい残りが分かるので、あとどれくらい使えるかっていうのが分かりやすいですね。ここからこういうふうにいった側面の方にはですね、ここに USB-C の端子もあります。ここからですね、このバッテリーに USB-C をつないで、この蓄電をしたりとか、あとここからですね、カメラとか、Mac とかにもですね、つないで充電をすることがね、できたりします。で一番の特徴が、この部分ですね。内蔵のケーブルがついています。この内蔵のケーブルはですね、ここからね、ここにこの沿うような感じについていて、でこれをね、指で取り出して、使うっていう感じですね。でこの最初からついている端子はですね、 USB-C ですね。今の USB-C のね、端子のデバイスっていうのは結構増えてきて、ほとんどの、機種が、USB-C で充電、できるかと思うんですけれども、ここのケーブルっていうのは実は取り外しができるようになってるんですね。こんな感じでですね、このグッと押し出して、取ることで、このケーブルをですね、交換することができるんですね。でこの CIO の方ではですね、この、専用のケーブルがもう一本こう準備されていて、これはライトニングケーブルですね。はい、ライトニングケーブル、iPhone を、充電するときとかに、使えるんですけれども、こんな感じでこのケーブル自体をですね、こうやってこう差し替えて乾燥ができるんですよ。僕はですね、一番充電に使うのは iPhone にかなというふうに思ったので、こちらの専用のライトニングケーブルはですね、追加支援で、頼んでみました。でこの USB-C とライトニングケーブル比べてみると、この USB-C の方だけね、この中身が、紫になってるんですね。こう見えるかな、こう中身がね、紫なんですよ。本体に挿す方もデバイスに挿す方もね、こう中身がね、紫になってるんですね。ちょっと 見づらいかもしれないけど、はい。でこの2つのケーブルはですね、長さがだいたい 9.5 センチぐらいなってます。この部分だけでだいたい 9.5 センチぐらいですね。なので長すぎず短すぎずっていう感じで、デバイスの近くで使う時とかね、ケーブル余りが、しづらいですね。でちなみにこの取り外しのコツはですね、このケーブルをこうグッとちょっと上に上げて、ここのギザギザがあるところからですね、この親指で押すんですね。こうやってこうグッと押すと、こうやって取れるっていう感じになってます。これね、僕の場合はこの USB-C とライトニングケーブルの方はですね、こうなんか USB-C の方がちょっと硬いんですよ。なんかね、ライトニングケーブルの方はこう結構ね、ちょっとコツがいるんですけれども、こんな感じで慣れるとね、取り外しが簡単にできるようになると思ってるんですけど、なんかちょっと今日はうまくいかないですね。はい、という感じで、
まあ、僕が一番使うのはこのライトニングケーブルなんですけど、これをまずね iPhone ちょっと充電をやってみます。僕が持ってるね、iPhone12 mini なんですけれども、こうやってねこうそのまま挿して、充電ができるんですね。でこの充電するときにですね、ここの数字の部分がこうずっとつくんですけれども、今ねちょっとバッテリーがこの本体のバッテリーが結構入ってるので急速充電になってないんですけれども、ここ急速充電になってるときはこのモニターのこの部分あたりに緑のランプがつくようになってるんですね。こう緑のランプがついてるとこう急速充電ができてるっていう、まあ、印がつくんですけどちょっと今ついてないですね。ケーブル自体もですね急速充電に対応してるので、これも手に入れてからすぐ急速充電できます。まあ、そういう感じですね。こう繋いだ時のこう長さは、まあ、大体こんぐらいですね。この机の上に置いてこうちょっと iPhone 触るとかだとね結構まあ近くに置いて使う感じになるかなと、まあ、そういう感じですね。でこの本体ですねちょっとバッテリー充電もやっています。ここにケーブルがあるのでこれをですね、まあ、この USB-C の端子につないでこうやって、まあ、普通に充電できるんですね。今97と出てるんですけれども、この1の位だけが点滅するようになってるんですね。まあ、今までこの前モデルみたいなものがあったんですけど、これはまあ2桁、点滅するようになっていたんですけど、こちらの新型の方は1桁だけ点滅します。で今ここに緑のランプがねついたの分かりますかね。これこれもですね、急速蓄電をしている時に表示されるランプですね。急速充電できている時と同じでこんな感じでこの緑のランプがついて教えてくれるんですね。まあ、こんな感じで、本体の充電もできるんですけど、こちらの内蔵の USB-C ケーブルはですね、電源アダプターとかにこれを直接こうつないで、でコンセントに挿しても蓄電ができるようになってます。あとは、こっちのケーブルから、コンセントをつないで、蓄電しつつこっちにケーブルを挿して何かデバイスを充電するっていうパススルー機能ですね、そういう機能もついてたりしますね。僕は使ってないですけれども。でちなみにここのボタンを押すとですね、まあ、こんな感じで、数字が出るんですけど、これ長押しをするとですねこんな感じで低電力モードになるんですね。低電力モードはワイヤレスイヤホンとかちっちゃいデバイスですね、そういうのをこう充電するときに使えるみたいですね。でこれもう一回長押しすると元に戻ります。はい、ちなみにこれ一回ボタンを押すとね大体30秒くらいこの数字はね表示されたまんまになりますね。まあ、見た目とか機能はまあそういう感じなんですけれども、僕はですね、まあ、やっぱ一番iPhone に使って充電することが多いので、この専用のですねこのライトニングケーブルに、乾燥して使ってます。まあ、他にはですね Mac とかですね、あとカメラも充電することが多いので、まあ、そういう時のために USB-C ケーブルも一緒に、持ち運んで、使うようにしたいと思います。で今までこれの前作のバッテリーではこんな感じでこうケーブルがついてなかったんですね。なのでUSB-C ケーブルをこう1本入れておいて、ライトニング端子の乾燥するこうアダプターみたいなものをですね一緒につけて持っていたんですね。で、まあ、これからはね、これだけで iPhone 充電できるようになったので、そういうアダプターもね、いらないかなっていうふうに、思ってます。これはですねサイズがですねもう前作のものよりもこうちょっと大きくなってたんですけれども、いつもね僕がこの使っているこのポーチですね、このポーチはねまあ、ドリップのレザースクエアポーチっていう、まあ、四角いポーチなんですけれども、この横縦がですね10センチでこの厚みが、5センチなんですね。でこれにもですねやっぱりこうちゃんとこう入れることができるんですね。こんな感じで見えるかな、はい、ちゃんと入るんですよ。今まで通りこう入ってでこの左右にも余裕があるのでこうやってUSB-C ケーブルとか入れたりこの SD カードのリーダー入れたりとか、できるんですね。こういう使い方がやっぱできる厚みでね良かったなっていうふうに思います。この上にもですねまだちょっと空間ができるので、例えばここにワイヤレスイヤホンをこうやって、追加で入れたりとか、まあ、そういう使い方もね今まで通りできるので、いいサイズ感だなっていうふうに思いますね。まあ、このぐらいがちょっと限度かもな。
まあ、ただねやっぱりこの出力とこの、まあ、使える時間というか容量がに対してのこの大きさのバランスとかがね、やっぱちょうどいいなというふうに思いますね。まあ、これ以上やっぱ大きすぎてもやっぱまあ使いづらいだろうし、これでねいいなというふうに思います。で、見た目もですねこの脂肪加工とかがされたことでですね、最近の CIO 製品とねこの見た目が統一された感じで、まあ揃える楽しみみたいなのもね、あるかなというふうに思います。まあ、僕はあんま持ってないんですけれども結構ねかっこいいですよね。という感じで今日はですねこの CIO の新しいモバイルバッテリー、スマートコビープロ 35W ケーブルという、モバイルバッテリーをですねちょっと紹介をやってみました。これ初期生産分なので一般販売される時には仕様が変わってくる可能性もあるんですけれども、僕もねまたこれからちょっと、使っていって、また何か感想とかあったら、ブログか動画とかで、発信ができたらいいなというふうに思っています。ということで今日はおしまいです。ありがとうございました。